よし、じゃあやっていきましょう。恐怖の森、増殖、デスフォレストじゃないですか。今頃っていう感じなんですけど、改めてね、コメントでおすすめしてもらったんで、久々にやってみたいと思います。実は前っていうか結構前にちょこっとだけで、ね、ちょこっとだけ、冒頭部分かな？最後までやってないのかちょっと忘れたんですけど、やったことあったんで、一旦ちょっとね、もう一回やってみたいと思います。そんなにでもね、覚えてない。で、行きましょう。スタート。ちょっと待って。ちょっと待って。え、こういう感じだっけ？マウスが何？ライトだっけ？で、これが右左の後ろなの。うわ、これ、来た、来てる。ちょっと待って。なんだっけ名前。あ、違う。マウスを動かしたいんでよ。怖い。ちょっと待って。来てる。後ろ見たい。あ、マウスの、これは上。どうすればいいの。なんか持ってる。あっ、内田さん。はい。終わった。これね、すぐ行かないといけないってこと？で、どっち？ちょっとだけやったことあるけど、クリアしたっけ？っていうレベル。こっちだよね。なんかそれは分かってるんだよね。っていうか、結構ね、来てる！怖い。え、どっち行けばいいの？こっち？後ろ？あ、こっちだな。なんかあるね。で、目的がなんだっけ？こっちじゃないの？目的が、こっちじゃない！目的が、なんかいろいろ、ガソリンとか、なんかこれでしょ？左下のやつを、集めるってだけなんだけど、怖い。あ、あれもそうかな。あ、あれもそうだね。来てるよ。これは？あ、来てるような気がする。ここ登れるの？なんか怖い。登れない。しゃが、あれ？なんかね、うまく操作できない。なんだっけ名前、ヨシエだっけ？なんかね、男の子に見えるんだよね。女の人ってこと？あ、なにこれ？充電？懐中電灯の充電？これなんか意味あんの？そもそも明かりって意味あんの？ここ何？あ、ここ？ここ何？ちょっとこっち行く。あ、なんか嫌な予感がする。あっ！開かない。あ、開いたよ。うっ、ダメ！シャイガイさん。うっ！シャイガイさんじゃありません。オイルが不足している、ガソリンもない、スパークプラグがいかれてやがる。早すぎたんだね。腐ってやがる。早すぎたんだ。あれ、この上どうやって、あ、こっちか。あ、怖いよ。あ、なんか見たことある。なんかね、実況は結構見てたんですよ。なんか、有名な人の。今じゃなくてね、結構昔。ニコニコ、動画で見てたんだけど、結構昔だし、覚えてない。ああ、橋がある。音が怖い。あのね、どうしてもね、今までの癖で、マウス
なんかちょっとかわいい。なんかね、マウスをこうしちゃうんだよね。あ、ここ？この家何？ここにあるアイテム。なんか今落としたような気がした。誰かいる？え？あ、電池電池電池。あ、自分来てる来てるよ、来てる。おい、やっぱ誰かいる。ジュースじゃなくて、なんか取った。プラグ、ここにプラグが。うわっ、ビビった。なんか誰かいたよね。そして誰かに追われてる。あとはどこ？なんかね、来ないね。下にいる？あ、下にいる。あ、いるね。見てる。見てますね。ひょっこりはん。なんで頭だけなんだろう。なんかちょっと嬉しそう。これさ、下に降りられる？降りたら多分死ぬんだろうけど。そういう検証はまだ早い。なんか今あったよね。あったあった。これは？何を取ったのか分かんない。オイルでもないし、タイヤでもなくて、なんか四角いの取ったね。見てる。ただ来ないね、ヨシエ。ヨシエって何？ヨシエっていう女性なの？ヨチコ？ヨシオ？竹？竹林じゃないですか。あれは、ヨシエどこ行った？やばい。うっ！え、むずい。一旦なんかこう、位置を把握しないとね。これドア？あ、ドアだ。今気づいた。ほらほら。絶対誰かいるよ。あ、なにこれ。人？やべ。あ、ロッカー。ロッカー入りたい。ガチロッカー入りたいぞ。はい。あ、アイテムはラン。誰かいる。あれ？あ、どうも。びっくりした。消えた。もしもし？あ、ありがとうございます。あ、ロッカー、入りたい。あ、ロッカーから出て、いる？この中入ってくる？今の人誰だろう？アマゾン、違う。え？オマゾン。オスマン3個みたいな。あ、違うな。ゾマホみたいな。やばい、こかけたら来そう。ここ迷路。ここ見たこ、来る。うわっ、うん、来てる。これは一回階段上がろう。うわ、来てる。いやだ、後ろ振り返りたくない。迷路。あ、でも意外と負けるね。ただわからない。やばい、電池がない。ああ、ここどこ？何？音変わった。あれ、ない、何？ああ、すげえ、メロ。これは確かに電池必要だ、これ。ここ懐中電灯ないとやばい。懐中電灯の電池は？あ、なんか上。あ、ここ見たことないよ。これは知らない。あ、消えたけど、全然余裕です。全然見える。見えていいのかな？たった。あ、なんかあったね。
ここは飛んだりはできないんだね。全然相手もないよ。メロメロメロで、ヨシエは来ない。あ、ここっぽいね。ただ怖い、何か出てきそう。びっくりした。あ、これ、あ、これタイヤだ。あ、やばっ。あなた誰、あなた誰、あなた誰よ。来てる。びっくりした。あれ卑怯でしょ。これ負ける。奥の電池取りたい。来てるね。シフト機押しても後ろ見えない。え、来てる。あっ、マジできつい。あ、そういえばこっちなんだっけ、なんか出てくんだよね。タイヤがあってプラグがあって、ここここここ。あ、大丈夫だった。あの人誰。あ、これがオイルだ。で、これ何なんだろう、このピンピンっていう。ギリギリかわせるんだね。諦めなければいける。で、これ取って上のプラグ取ってタイヤ取ってって感じか。で、ヨシエが来ちゃうからどうするんだろう。これ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 。え、なんでなんで、なんで開かないの。え、なにこれ。俺ここにバッテリーあると思ったんだけど。あ、そういう感じか。で、あ、あ、これ見たことある。確かここでなんかあっちになんかこう脱出するみたいな感じなんだ。てか、ここ陥没してるね。で、ここ何もないの。ちょっと待ってね。すごい気遣いね。こう、すんごい気遣い、怖いですね。え、こっちから来るんだ、ヨシエは。どういう状態？ぐるぐる巻き？どういう状態？どういう状態？追いかけっこ状態？不死身ですね。何このバキューみたいなの。あ、来る？あ、来ないか。あ、俺が開けさえしなければ来ないね。諦めないかな。諦めないで。ずっといる。もうダメだ。積んだ。はい。この奥だ。この奥にタイヤはあるんだけど、これ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 。これをどうにかしてかわすとこだよね。奥があるとこだもんね。来るぞ。来てる。嘘つ。いける。来てない。来てないなって今のチーク。いや、違う。戻ってっただけだ。うわ。え？は？なんで？なんで？意味がわかりません。
こ。なんか今それっぽいのがあったような。ここどうやって行くんだ。あ、登れる登れる。ちょっと待って、ここはさすがに登ってこれませんね。でも嬉しそう嬉しそう。ああ来そう来そうだけど、ここ登れるんだ。ただのあの崖崩れかと思ってた。でも誰か来そう。これが最後のあれかな、バッテリーかな、居場所ってか。怖え。ね、狭い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 。右行きましょう。クラッカ理論で。誰か出てくる？誰か来る？うっ！すぐ死ななかった。誰？今の誰？シャイガイさんばっかり。スパークプラグ、タイヤ、ガソリン、ガソリンか。あ、ガソリンだ。バッテリーだと思ってた。左から2番目のやつバッテリーかと思ってましたのよ。え？そしたらどこ行くんだろうね。こう行って、これを取ったら、来るから、来てる。こっちしかない。わかんないけど来てる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 。あ、ここでかわす感じか。で上か。オッケー。すぐに出れるようにこうやこういけばいいんだ。え、来た。怖え。これも怖いな。やった。やったやったやった。あとは、あとは、あとバイク？来てる。来てるよ。はい、外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 。ただ、ヨシエさんがいるかもしれない。うわっ！うっそだー！回り道。あとちょっと。やべ。来てる？うわ、なんでだからこっから来るの？絶対おかしいでしょ。あった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 。いけ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 。いけー。なになになに、これでいいの？あー、バイクバイク。あー。で、ここでしょ？ここ開けて。いけ。あそこもダメなの。ちょっとでもぶつかったらダメなんだ。うわ、いっけ。あ、もう超ギリギリ。いっけ。え、え、あ、そっか、あれやってなかった。あ、忘れてた。
いやダメだ、この人いたらもう無理だ。はい、終わり。すごいな、一人足んないような気がするけど。おお、消えた。あなたも消えませんか。あなたさえ消えてくれれば。お、そのままどっか行って、どっか行ってくれ。遠くに行ってる、遠くに行ってるよ。たらまだ聞こえる。たらここ開けた途端行きます。あとはバイク、バイク、バイク。どこに行った。よかった、諦めないで。来てる。ただあとバイクに乗ればいい。バイクどこ。よかった諦めなくて。ここまで来るのに30分かかってる。行った。で、で、で、あ、なに、あ、そんなに早いの。あ、あ、いるいる。行った、行ったぞ。いっけ、もう何もない、何もない、何もお願いします。どういった、クリアした、よかった。最後諦めなくてもうダメだと思ったあの3人。え、あ、何もない。あ、でも結局行方不明なの。え、そんな、誰。うわ、大宮健二ストライカー。あー、なんかちょっとおっぱい。この人ちょっと可愛いね。須藤蓮、ストレンチャー。なんかちょっと最後ポップなんだけど、この人誰？吉田ちか、吉田さん。あ、どうも、こんにちは。女の人だね。この人誰なんだろう。ヤシ。これが一番きつい。ユーマ、未知の生命体。一番きつい。これずっと追っかけてくるの。怖い怖い。で、なんだっけ？ヨシエさんだ。木村ヨシエって言うんだ。なんでこんなポップなの。あ、終わった。よかった、最後諦めなくて本当よかった。カズさん、カズさん、カズチャンネル。違うか。いやー、きつかった。もうね、あのね、あの迷路の奥の、あのなんだっけかな、一番最後のタイヤ、タイヤを取るのがすごくきつかった。ずっと追っかけてくるんだけど、最後出口に近づくとなぜかひょっこりはんで現れてくるって。で、その後ずっと追っかけてくるから。いや、もう一時はどうなるかと思ったけど、よかった。サンキューフォープレイング。サンキューがフォープレイングみたいな、なんでもないです。終わり？終わった。終わった。あ、ちょっと待って、これなんだ？なんかすっげえカラフル。え、こんなカラフルだったっけ？違うよね。これなんだ。え、なに、オープンファイル。今ワンピースって見えた。え、オープンファイル、なにこのさ、急にタバコとお酒。おお、びっくりしたわ。あ、これなんか見れるんだ。独身、土木関係の仕事についてて意味わかんない。この人誰。え、なに、あ、わかった、意味わかった。なんかあの白い、なんか薄い本みたいな、薄い本じゃない、なんかそういうなんか書類みたいなのあるなと思ったら、これか。あ、やっぱり、あ、吉江などの襲撃に遭い現在消息不明って。それでそうなったんだろう。なんでちょっとここおっぱいあんの。あ、え、なにその、あ、おお、ユーマ。あ、ちょっとケツ、頭皮、髪。頭髪、押しに弱い、押しに弱いんだ吉田さん。あ、この恐怖の森に来た人たちがいるんだ、ここに。なんか普通だよね、これも人間だよね。お、びっくり。福井大学2年生とか書いていいの。アウトドアクラブに所属って、もう訳わかんないもん。
はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。怖かった。やっぱ面白いね。これあれなんですよね、あの映画も何本か出ててそれも全部怖い。いやでもね、結構ズワッとくるものがありました。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。では。